牛窓湾東北の瀬戸関町の港牛窓は、岡山県瀬戸内市にある地区である。同州牛窓地域南端に位置する、同地域の中心的な地区で、瀬戸内海に面する港町を中心に形成される。古代から、唐子の瀬戸と呼ばれた風町塩町の良好、牛窓港の後輩地として発展した。平安時代には、高質量の鹿、おしそうの一部であったとみられ、後に、 北隣の豊原層へと吸収されてそのまま、高室量として運用された。江戸時代は岡山藩の支配地となり、山金交代一行や朝鮮通信市の停泊港宿泊地とされ、造船の町としても栄えた。明治時代以降は、陸上交通の拡大に伴う、瀬戸内の海上交通の縮小によって衰退した。近年は、マリンスポーツの公的地として発展し、 温暖な気候を生かしたオリーブ栽培や海に沈む夕日の継承と相まって日本の英外界と呼ばれている。牛窓地区とカシノブ地区で構成される。カシノブ地区はかつてしかお志港として存在していたが、港湾統合により牛窓港に統合された。牛窓地区はフェリーフ島や公営マリーナの牛窓ヨットハーバーなどの主要施設があり、旧市街地には リゾートホテルやペンション、飲食店が集まる。カシノブ地区は主に入り湾寺の避難校としての役割を担っている。吉江隆平安時代における、天皇制の展開とコイン、日本史、研究558号 ISBN978 から4から82731293五2018年、P308P314、四。イン料、カシノブそ ありがとうございます。